も新メンバーが入ったっていうのはなんか素敵なことだなと思いました。写ってる写真の俺らがすごい楽しそうで、なんか楽しかったんだろうなって伝わるんじゃないかなって、その行ってない人も開いたらもうあの時の映像が頭に蘇るくらいすごいね、あの時の瞬間を捉えてて本当にいい写真集になってると思います。不意に撮られたカットとかが多かったりして、すごく自然な僕ら楽しめるんじゃないかなと思います、うん、僕はここです。あのアイスの写真ですね。あ、これはあの、まあ、どっかでも話したんですけど、なんかアイスを何なんか詰めるっていう場所があって、何でもいいよみたいな、何でもいいよみたいなとこがあって、やっぱ夢じゃないですか、なんかいっぱい積むのって、ね、みんななんかやっぱ現実見てなんかちょっと2段とかしか積まないんですけど、これやっぱ取れたか考えなきゃなと思って言わなくて、全種類載せたよねでもね、全種類載せないけど、まあちょっともっと10段ぐらい載せて全部食べきれたよね。食べきってた、食べきってたんだけど、もう夜お腹壊しちゃって、壊したね、リュービーと一緒に、リュービーちょっと一人で香港怖かったんで、ちょっとシャーネーションのリュービーにトイレついてきてって言って一緒に夜の街で ね、トイレに行きましたね、はい、すげえお腹痛かった。以上です。はい、僕はこのなんか写真集の最後のページにあるみんなの7人揃ってる顔なんですけど、なんか僕なんかここでなんて言えばいいの、物語を映してるんですけど、最後にこれ僕たちがミルクですっていう主張してるような感じの写真だなと思って、これここの写真がファンの人に刺さればいいなと思って。7人で一緒にバスを乗ってるっていう、楽しかったな。なんですけど、本当ここ1枚だけしか昼間撮ってないんですけど、実は本当はもっとなんか楽しくて、なんかもうちょいあったよね。なんかあったよね。なんか撮れるような顔できないぐらいみんな笑ってたんで、っていうぐらいちょっと逆に枚数が少なくなってしまった。写真集として悪い例です。非常に。そうですね。ここで撮った時に、あのまあ海でこの時間じゃないですか。でも服濡らしちゃダメだよって言われたんですよ。そんな無理な話あるかって話なんですけど、そこで大地だっけな。大地。こう映ってる。映ってる？あ。これだ。こういうこうびっしょびしょになるとかやって、もうめちゃめちゃに怒られてるっていう。さあ怒られたね。めっちゃ怒られてたなっていう。いや僕水あったらもうはしゃいちゃうからダメだよね。でもなんか岩がギリギリいけそうな岩が何個かこう連なってて、こうねこうこうやって行ったんだよね。そしたらね、なんか滑っちゃったな。そうでびちゃびちゃになっちゃったよ。両手でスタイリストさん終わったわ。怒ってもないし、そうそうそう、別に何でもないじゃん。終わった。あったんです。めちゃくちゃめちゃくちゃありました。さっき言ったように、そのギャラリーができた時に俺らいけんじゃねえって。そういうとチャラいチョロいってなるじゃん。いやいや、そうだけど。いや違うんだよね、なんかね、なんか香港ってアイドル文化っていうのがないらしいんですよ。あまりね、まだ浸透してないらしくて、グループとかもあんま香港にはいないらしくて、あれミルク いけんじゃないかなって。ちょろいちょろいちょろい、それがちょろい思っちゃって。だからなんか本当にライブとか、そのウェイボーとかあるじゃないですか、あちらの SNS とか。本当始めたらいいんじゃないかみたいな。いや、ね、で社長にも提案しました。そう、提案してこう面白いじゃないかみたいな感じになったんで、すごいなんか今後はね、その今ミルクがこうもうちょっとこう安定したらというか、なんとなくいけそうだなと思ったら、ちょっとそこにもね頑張っていけたらなとは思います。目標の一つになりました。いつの間にか香港拠点になってるかもしれない。みんなそれ困るな。